はい、どうも皆さんこんにちは。小豆島の漁師浜優とんちゃん松岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。松岡さん、今日めちゃくちゃ、今までで一番珍しいものが手に入りました。へえ、なんでしょうか。で、福井県の漁師さんから送っていただいたんですが、もうお忙しい中映像を撮っていただきました。その映像はこちらです。はい、はい、というわけでめちゃくちゃ綺麗くないですか。綺麗ね、着てる状態ね、もうピッカピカして、で、多分ね、あの途中で網で傷んじゃってるんですけど、まあそのリュウグウノツカイさんがこちらです。でーん、リュウグウノツカイさんです。はい、じゃあリュウグウノツカイをまずは観察していきましょう。はい、リュウグウノツカイ、まずですね、サケガシラっていうものがいて、めっちゃ似てるんですけど、サケガシラと違ってここがあんまり伸びないです、口が。それともう一つ、リュウグウノツカイはここにすごい赤い長いヒレがあるんですけど、まあね、やっぱ網にすれて切れちゃったのか、もう折れちゃってます。で、リュウグウノツカイの最大の特徴であるトサカもちょっと残念ながらね、切れちゃってるんですけど、本来はここからこうずっとビーッとこう後ろまでね、綺麗なトサカがあるんですよ。これも残念ながらこれは切れちゃってますが、このように綺麗な赤いヒレ見て、松岡さん、めっちゃ綺麗やな。めっちゃ綺麗。こんな綺麗な赤いヒレは残ってます。で、体表はすっごいボツボツしてます。身は思ったよりね、あのサケガシラと比べてしっかりしてますね。で、この個体本当はもっと長いはずなんですけど、どうやらここら辺、まあ食べられたかなんかして、で、また再生してますね。めっちゃ珍しい個体だそうです。はい、それでこちらのリュウグウノツカイなんですが、アカマンボウの仲間で、で、名前の由来はこのような神秘的な特徴をしていることから、リュウグウノツカイ、和名でリュウグウノツカイさんですね、そのままやけど。はい、じゃあ今日はこれを刺身と唐揚げと塩焼き、この3つでいただきたいと思います、はい、せーの、レッツゴー、レッツゴー。はい、じゃあ早速やっていきます。まずお腹を出していきましょう。何を食べとんやろね。肛門が見当たらん。あ、こんなとこまであるわ。え、一番後ろまであるわ、肛門。ここに肛門があるってことは、本来の長さはもっとあったわけよ、この大きさやったら。とりあえず肛門から入れていくね。そんなお腹長いんや。うん、いいね。あっ、これな、サバくんこっつむずいんや。下に取ったよね。うん、じゃあこれは骨がないんや。そうなんや。あの、あるんやけど、なんていうんかな、軟骨みたいなやつ。軟骨やし、背骨はあるんやけど、中骨みたいなのがない。へえ。あっ、めっちゃ、ごめん、胆を潰してもた。いいよ、あんまり苦くなさそうやしな。うん、うわ、ごっついな、ほんまに。お尻の方までほら、腸みたいなのが、すごいね。うん、これ腸引っ張ります。はい、わ、お、気持ちいい、気持ちいい。わ、すごいすごいすごい。わわわわ、それめっちゃでかくない、それ。胆のうでかっ。胆のうやばいで、これ肝臓多分美味しいんで、肝臓食べますね。で、あとはもう終わりかね。心臓、あ、心臓、心臓大きいな。わ、お、美味しそう。で、お腹の中はこんな感じですね。これなんやろな、卵。へえ、なんやろ。ほな、洗っていきます。身が柔らかいわ。あ、手が冷た。明日これちょっと僕動画でもう一回使うので、ここらでちょっと切りますわ。え、どうした。え、骨の音が全くしなかったんけど。いや、だからめっちゃ柔らかいんやって。これもちょっとここらで切ります。はい、ほら、めっちゃ柔らかい。うん、全然骨の音がせんもんな。うん、切り身少量な感じ。そうそう、すごいな、ザラザラ。おー、もうあの大根おろしが滑るぐらい。いや、でな、うん、痛い、結構。で、これを半分に、はい、おろします。で、俺と松岡さんで一回ずつさばこう。よし、じゃあさばいていきます。はい、そこは骨ある。あ、あ、これな、硬いは結構、あれと違って、酒頭と違って。あ、そうなの。変にいかんと、もう真ん中までいったらいい。
で、この骨の上を切っていこうか。よし、こんな感じ。だからここ骨がない。へえ。またここの骨がめっちゃ柔らかい、ほんまに切れるの、こうやって骨が。あら、ほら、ほんまや。こっちもヒレの筋、これちょっと切り取ります。ああ、そういう部分があるの。これはもう捨てようか。で、これで片身。うん。そうそう、お腹のとこも骨なし。あばら骨？うん。ないな。へえ。ただ反応が出たから薄皮は剥いどこうか。なんかもう全部がゼラチンみたいやね。そうそうそう。いいか、少々は。いい。じゃあこれタッパーに入れますよ。で、反対も。で、まずこのこれ取ります。背びれ。背びれを取ります。よし、お腹。背骨取ります。背骨言ったってな、ほんまに背骨がスーッと切れるからな。あかんわ、背骨切りおるわ。へこんどるからね。へこんどるから、このもう左右取ったらいいな。うん。でも全然噛み切れるほどの柔らかさやと思う、そもそも。じゃあこれを、これもタッパー。 すっごいな水気。うん、水やろな。あ、はい、じゃあ次松岡さんお願いします。お願いします。なんか浜横に脅されたからちょっと怖いんだ。脅してない。あ、もうガッといくやん。うん、でも遠慮しない。どう、え、ちょっとね、困惑するやん。感覚がわからない。あ、え、下。ここか。そうそうそう。おお、やっぱうまいな、松岡さんは。でもあのね、うん、ちょ、ほんまに言っていい？うん、全然わからん。普通の魚じゃないやろ、ほんま。感覚が最初からこれの方がいいんちゃう？最初からこれっていうのは、このお腹の方がもうこう入れた方が。ああ、あ、ほんまやな、ちゃんと。お、あ、そう、すごいすごい。こう、さすが松岡さん。これでいいんちゃう？完璧。え、これはいいんやな、これ。いや、分からん、正解が分からんもんね。お、あ、完璧。うん、はい、完璧。いい。ほな、はい、これを持って松岡さん家で調理開始していきましょう。行きましょう。どう。はい、じゃあ松岡さん家に行ってきます。どうどう。はい、じゃあもう身までできてるんで、いつものやつやっていきましょう。はい、せーの、バットン。松岡さんも言うてよ、バットン。松岡さん、切り分けお願いします。はい、とりあえずもう真ん中でいくよ。うん、それはもう骨取っとるやんな。うん、うん、これ唐揚げする？そうやね。もう一個行こうか。うん。めっちゃ切れるやん、包丁。これ皮はいいん？皮いい。このままいっちゃう。あ、でもボツボツやろ。うん。取ろうか。お願いします。取って。皮は硬そうやからあれやけどな。うん。結構引けるんちゃう？爪のお手入れに行ったから爪がないから引っかかる。女子か。え？どれや。ええな、俺もちょっと後で引こう。あ、ほな刺身を引かして。うん。楽しそう。はい。完璧。残っとるやん。オッケーオッケー。くれるやろ。あ、かなりボツボツや。切りながら取るわ。うん。何それ、大きない？一口サイズ。え？もっとちっちゃい方がいい？いや、ええか。大きいと怒られたからちっちゃく切るわ。皮残ったよ。え？オッケー。それも唐揚げいこうか。なあ、もうザクッといくでも。うん。落ちたね、ボト。で、塩焼き。そうやな、塩焼き。塩焼きは皮ついた方がいいやな。皮付きでいこう。はい。
もう全部焼くもんそれ。え、ちゃう今日食べる分だけ、2枚だけ焼こうか。ああ、これな。うん、うん、これってブヨブヨだよなあ。これじゃあ塩焼きよ。うん、はい、じゃあ唐揚げの、はい、唐揚げもう焼肉のタレでいきます、今日は。はい、万能調味料な。で、揉み込んでおきます。わあ、水っぽいね。あ、いい匂い。ご飯が食えそう。うん、これで置いときましょう。はい、はい、じゃあ刺身を作っていきます。水気まずきれいに取るわ。ほら、こんだけ取ったってな。どうしよう、半分に切ろうか。うん、あ、いいと思う。皮を引いていきます。もう俺は中からいくで。うん、自分だけずっこいわそれ。あたかもうまいかのようなな。いや、素晴らしい。いい、あ、いいよ。最近もう抜群やね。ちょっと上達してきよるからな。うん、吹いても吹いても中から出てくる。それ刺身切って置いとったらプールになったんじゃん。でもな、甘エビみたいな味がするみたいなあれもあったんで、ほな切っていきます。どうなんやろな。あ、柔らかいな。嫌な感じやで、これ。その柔らかい魚あんまり食べんや、そもそも苦手やからな。大葉を置いて、はい、竜宮の使いの刺身の完成です。で、これに塩をしましょう。塩は高いところからこうやって。あ、ごめん、手が全然太ってない。塩はこう高いところから。あ、どうだ、めっちゃ水が出とる。やだな。うん、びっちゃびちゃやもう。びっちゃびちゃやで。ほら見て、このキッチンペーパー引いとってるやつ。びっしょびっしょやで。よし、いけそう。うん、はい、じゃあまたこの唐揚げやっていきます。はい。おお、もういい感じやん。 おとなしいやん。うん、まあ、とりあえずゆっくり入れていきます。はい、よし。で、まあ、どうかな、もうかれこれな7分ぐらい揚げようが。ごっついで。でもほら、ブヨブヨでいつまでも水出てくように。うん、なくなるくっとあかんから揚げますね。はい、見た目はすごいうまそうやな。うん、美味しそう。お店で出る鶏からと何ちゃ遜色ない。ほんまやな。うん、でも持った感じはホルモン。マジホルモン。こんな感じ。はい、美味しそうやろ。美味しそう。これもじゃあ置いておいて。はい、塩焼きもな、やっぱ水が出ようんやな。全然焦げていかんもん。焦げんな。うん、これもうちょい置いておきましょう。はい、はい、唐揚げと刺身はできたんですが、松岡さんこれ見て、ほら、え、水がもう溜まりまくり。すっごい、そんだけ水出るんやね。うん、ごっついな。濡れ濡れや。じゃあ松岡さん、ちょっと塩焼きがなかなか焼けんので、はい、うん、先にいただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。あ、すいません。金の栄養剤で、はい、あ、分かる、何やったっけ、ゴールデンタイムやな。せーの、そうそうそうね。グダグダ動画見てますよ。せーの、ゴールデンタイム。まっ。で、これ刺身と、はい、唐揚げ。はい、じゃあまず唐揚げからいきましょう。刺身がいい。そりゃそうでしょ。そうか、そりゃもう刺身から。そりゃそりゃそうでしょ。じゃあ俺からちょっといただきます。はい、どうぞ。すごい美味しそう。骨が、お、微妙な顔。食えるけど、うん、美味しくない。とりあえずあの感想はあの松岡さん食べてから。あ、すっごい、うん、でも骨がちょっと残ってるから。あ、そう、うん、最初エビかなって思ったんやけど。うん、いただきます。うん、そういう顔なるよね。でもなくなったよ、口の中。あ、後からでも甘みみたいなのが来るかな。ほんま？今。あ、今？うん。あ、でも、うん、食べれんことはないけど。うん。まあ水っぽいな。うん。まあ、唐揚げいってみようか。唐揚げ、うん。トレンジ。もう水が出てブヨブヨです。じゃあいきます。せーの。うん。結構いけるな。
衣が美味しい、うん、衣がね、唐揚げは普通に美味しく食べれますね、揚げたてなら。ちょっと置いたらこれ残念な結果になる、うん、置いたらどんどん中から水が出るもんな。ここトロットロやな、もうこの衣だけやで、うん、これでもコラーゲンなんかな、これコラーゲンなんかな、鍋したらコラーゲン鍋なのあ、鍋したら、うん、出汁が薄まるか。これどうやったら美味しく食えるんやろ。もうカリッカリになるまで干した方がいいかもね。究極に水抜いた方がいいよね、うん、溶け塩して。そうやね、それちょっとやってみようかな今度、うんうん、とりあえず妹に食わそうか俺らの口に合わんだけ。いや、甘みがない。うん、衣がうまい、身、うん、うまみが全然ないわ。あ、やっぱそうなんや、うん、やっぱ幻なんやな。幻なんやな。じゃあ松岡さん、はい、ほら塩焼き。ああ、めっちゃちっちゃいよこれ。なんかね、全然焼けんのや、ブルンブルンで水も滴り落ちよったわ。へえ、ちょっと食べてみる。じゃあいただきます。いただきます。なんかえぐみない？ある。シイラのえぐみみたいなのに、うん、ある。あ、そうそうそう、シイラのえぐみに水っぽくでうまみがない魚みたいな感じです、うん、これがリアルだから何でもかんでも美味しい言うたら今違いますよ。やっぱ美味しくないもん、美味しくない。そらそらそら、リュウグウノツカイは見てこそ美しい、うん、そうやね。まあ残りはちょっと松岡さんの子供たちがすごい興味津々で今見てるので、みんなで食べさせたいと思います。ほなそろそろ、はい、せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。リュウグウノツカイ多分 YouTube 史上初なんじゃないかなと思います。ああ、もう見たことないね、うん、でネットで美味しいって言っとった割には水っぽかったね。ああ、うんうん。で次の動画では僕がこれを絶対美味しく食べてやります。言い切りましたね。言い切りました、はい、言い切りましたよ。はい、じゃあ本日もご視聴ありロボットダンス急になでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。まーす。じゃあね、バイバイ。正直な感想でいいよ。おいしい？なんかコリコリしとる。骨食べたんかな、うん、味むっちゃ甘かった。そうなんや、美味しいじゃん。うん、あ、やっぱ味覚があれなんや、しっかりしてるとは分かるんや。サラサラだ、やっぱ親子が変わっとるってことやろな。あ、逆に逆に